こちらヨーロッパ企画福岡支部オンデマンド。どうも石田です。団長です。さあ団長、はい、私ね、はい、ついこの間までね、はい、長崎県は壱岐の島、うん、あららら島の方に行ってましてね、あの日本海に行く、だから何だから韓国のちょっと手前ぐらいの、ほぼ韓国ですか。ほぼ韓国はちょっと言い過ぎ。言い過ぎ。でも日本の一番近いって言っても過言でないような位置にある。そうかもしれん、うん、そうなのかな。人は住んでるんですか。人は結構いっぱいいる。結構大きい島で、小学校とかも多分 2つ3つぐらいあるみたい。ヨーロッパ見てそっちいたろと。違う、そうじゃなくて、あの撮影で、あらあのあらあらっつって壱岐の島の方に行ってて、撮影で、はい、あのストリートワイズインワンダーランドっていうフジテレビさんの方でね、深夜遊んで、はい、いや元々すげえカタカナの、めちゃくちゃカタカナ映画、全部カタカナでしたからね。カタカナやったよ。安藤正信さん主演の、ね、あらららドラマで、まあ、ヨーロッパ企画のメンバ もう総出演で、あと上田くんが脚本書いててっていう、それのねなんか撮影でね壱岐の島の方に行ってましてね、戻ってきたばっかりですわ。3月19日と26日のあら、深夜12時25分から1時間のドラマ、これね、1話2話とねありますんで、ストリートワイズインワンダーランド事件の方が放っておかないなんて、もうめちゃくちゃ面白いから、あらららら、これがむちゃくちゃっすか。うん、壱岐の島が良かった。もう温泉入ってさ、あそう、撮影終わってもう寒いのよ、もうやっぱ日本海に浮かぶ島だからさ、うん、もうこの季節暖かくなってんのかなと思いきや、うん、てか京都もまだ寒いね、全然もう寒いっす、うん、で寒くてさ、島もで撮影して、で朝6時5時ぐらいから起きてさ、もう、うん、着替えて、もう島のもう寒風吹きすさぶ、もうなんかこの海の手前のとことか、うん、昔なんか砲台跡地みたいな、なんか日本軍がなんか作った砲台跡地みたいなのがあったりして、うん、そこで撮影したりとか、もうそれ何の設備もないからさ、まあ寒いね。でも撮影終わってもう体冷え切った後に温泉入って、温泉入ったらもう全て全部忘れてしまうなみたいな。ああでケータリングの丸ごとソーセージ食べて寝て缶ビール買って、買ってコンビニ寄ってもらって、あコンビニとかあるんですね。あるんですよ。ほんで缶ビール買って最後ビール飲んでみたいな、最高の日々を送ってました、まあ、そんな中ですよ、はい、うん、まあそれはいいんですよ。いいんですか。うん、だから僕のこうマネークリップ生活が始まったわけですよ。2018年を彩る、うん、これね意外と不便だなってこと最近気づいて、もう心折れましたか。もうほんまに先週ですけどね。いやそうですよ、これでいく、これ落とさないみたいな、今も持ってないけど、いやめちゃめちゃ使いにくいな、なんかこれ便利やと思ってたやん、こういうなんか、うん、裸で持って簡単に出せるからみたいな、はいはいはい、意外とさお札をさマネークリップのさ強度がやっぱ強くてさ、このグリップ力が強くてさ、これがなかなか入らん時あるのよ。で1枚あったら逆にスカスカやったりするしさ、あある程度以上のやっぱお金持ちじゃないとタワーを持ってる人じゃないとマネークリップ装備できへん、うん、でまあまあ今はパスモ的なものを入れて一緒に挟んでるっていうやり方で言ってるんやけどさ、うん、このお札をねこれね3枚折りにしてんのよ。しますね今、うん、普通まあ2枚折りというかまあ1枚折りっていうか、うん、なんていうの、1枚折ってこう挟んでこうやるじゃん、2枚折りにして、うん、はい、これそうするとこのわかります、このパスモからはみ出てしまうわけ、お札の部分が出てますね、大きさがね、うん、どうしようで、これをポケットに入れたりするともうこのはみ出た部分が曲がる、もうぐちゃぐちゃなの、うん、これ嫌やん、やっぱそいつは財布入れなあかん、うん、くしゃくしゃなの嫌なやつはさっきから、うん、ずっと思ってた。ちまだ途中やん、ずっと言ってんな、俺のまだ途中やん。これを下の漫談工夫で工夫でこれをした、うん、まあ、最後まで言わして一応、うん、そしたらもう一万円札だったらもうこれちょうど鳳凰が見える、鳳凰が見えるのを3枚折りにしたらパスモとぴったりぴったり、1万円鳳凰っていうのがぴったり、うん、でしかもパスモともぴったりなんですわ、これが合ってる確かに、うん、これええやんと思って、うん、これお金出そうとするやん、うん、
もう開けてこうやって出すのがめんどくさい。であといっぱいね、9000円のお釣りですってなったらね、それでもうパンパンになって、うんうん、マネークリップマジで使いにくいっていうことがちょっと判明、うん、でもちょっとまだ財布は買わん。財布はコインケース、あーちょっとお札も挟めるコインケースあれだからそこにカードを入れ始めたら俺はもう終わりだと思ってる。カードはそれこそパスモだけ、うん、うん、チャージできるやつだけ、うん、じゃあ俺もう何だったらさ、もうカードだけで生きていこうかなみたいな、お財布携帯だけでみたいな、あ逆に、ね、その現金持たない人間みたいになりたいなと思って、まあ、近代的ではありますよ、うん、やっぱその無理だよ、やっぱこの日本社会において。ホリエモンはそうしてるらしいのね、うん、でもホリエモンがやってること間違いないですからね、あいつ頭いいからそうなんだよね、うん、うん、でもさやっぱりさ使えないとこいっぱいあるしさ、まだ、うん、確かに、だってやっぱ医者さんの心の憩いチロルでは使えないですからねカードで払えないかな、うん、やっぱチロルでは、うん、そうか、いやじゃあダメだよ、うん、ということで今でしかもさその現金のさ、なんか裸で持つことへのちょっと抵抗もちょっと感じてたというか、もうお札もボロボロになるやんかと思い始めた。だからもう財布使えやの一言を、ね、財布はそろそろ持つかもしれないということです、うん、でそういったですね、石田さんの財布落としたはい、はい、マンダーに対するですね、お財布落としたことに対してのメッセージが、すいません、はい、ありがとうございます、たくさん来ておりますのではい、はい、ちょっと読みたいと思います。はい、東京都品川区からくまくまさんからのお、ありがとうございます、はい、メッセージございます。初メールじゃない、団長さん、皆さんこんにちは。こんにちは。私は財布をなくしたことはありませんが、うん、小さい頃大事にしていた缶バッジをなくして落ち込んでいた時、父親から、くまくまは悲しいけど、うん、それを拾った人は嬉しい気持ちになったと思うよと言われ、心が救われた気持ちになりました親父の切り返し見つかるといいですねどういうこと、財布じゃ拾った人は幸せですよ。そう、お金って3万5000円入ってるから。いやそれ泥棒やんけ。3万5000円入って幸せなんだぞ。いや幸せやろうけど、そいつマジで3号っすからね。めっちゃ幸せやろうけど、でも全く届かんのよこれ、うん、これだから相当悪いやつが取ってったか、うん、ポイッチョされたんでしょうね。相当悪いやつが取って、うん、捨てたか、あー、ほんでもしくはあれだよ、本当に落として川とかに落ちてるか、うん、どっちかじゃない。川に落としたら今頃も海ですからね。いやそうなんだよ、草木はベトナムあたりの人が拾って石だってなってるかも。その人がその人が嬉しいから、嬉しいかな。いや親父の切り返し、いい切り返しですね。いい切り返し。缶バッジやったらまだね、うん、まあね、拾ってあーってなるし、うん、ラッキーってなるけど、缶バッジ拾って嬉しないけどな。いや可愛い缶バッジやったよそれは。嬉しいよそれ絶対。あ、そう、うん、それはいいお父さん。ただ財布にはそれは使えません。言っとく、うん、くまくまにとこじゃ、これは財布じゃないぞと、うん、一生使わないでくださいね、はい、はい、じゃあ次エリリンさんから、はい、石田さん、団長さんこんにちは。少し暖かくなりましたが花粉したので少し嫌な季節になりました、はい、石田さんお財布なくして大変でしたね。そうです。その後滞りなく手続きは済みましたか。お仕事で忙しい中本当のお疲れ様です、うん、私は財布ではないのですが定期を3回落としたことがあります。うん、伸びるリール付きのパスケースに入れてバッグにつけていたのがリールの紐が切れていたとか、普通にバッグに入れたところを他のものを取り出した時に落としたことに気づかなかったりとか、そんな感じです。パスモのオートチャージ設定をしているので毎回落としたその日にストップをしているのですが、一度は駅で手続きをしている最中に届けてくれたことがありました、しかし停止処理をした直後なので時すでに遅し、まあそうだね、手数料の1000円を払って帰りました。ちなみに何かの記事か体験談を読みましたが、財布にはキャッシュカードやクレジットカードなど重要なカードがたくさん入っているので、うん、それらを再発行するには身分証が必要になるため、健康保険証や免許証ごとをなくしてしまわないようにカードケースなど別々に保管するのがいいとのことですよ、うん、いやそうです、私もそれを知って以来そうしていますが、男性はあまりバッグも持たないし財布とカードケースを分けるの大変そうですね。
余談ですが、通帳をなくした時、契約者銀行の支店に行って手続きしましたので、その日から1週間後に自宅に届きましたよ。ただその届いた日に引き出しの奥底で発見されましたが、手数料が無駄になる前によく探せばよかったですっていうね、ちょっとおっちょこちょいなメールが、はい、おっちょこメールが、ね、おっちょこメールですね、はい。まあね、手続きやった後に見つかって出てきたりするんだよな、まあ、そういうもんなんですよね、うん、世の中ってね。でも出てこんからね、僕の場合もう来年の今頃じゃないだからいろいろ全部終わった後やな、本当に。もうはい、まだ来ております、まだ。やっぱりみんな財布落とした石田さんを心配してるみたいですね。すごいな、うん。石田さん、はい、お財布落とした話がタイムリーで思わずメールしてしまいました。先日拾いましたよ、駅のホームで。お京阪です。お京阪か。川の財布でイコカとカードより入ってました。深夜で駅員の人もいなかったので近くの交番に届きました。えらいですね。落とした人再発行とか大変やろし、届けてあげようって気になります。日本って平和やし、や石田さんのも見つかるといいですね、みゆきと。うわ、みゆきさんは優しいな、うん、その人は助かったよな。分かりました、じゃあ、うん、ありがとうって謎のボタン押しておきますね返信のやつね、返信の G メールパッと返せるやつな、あれ返せるやつ、ありがとう。それ使ってるやついんのかな。いないでしょ、あんな端的なやついやー、財布な。だから誰も拾ってない可能性あるなと思ってさ。まあそうです。だから、うん、みゆきさんが拾ってたらもう帰ってきとるわけやから。いや、日本でさ、誰か拾ったら、いや、そんな悪いやつおらんと思うんだよな。でもまあ俺が拾ったら、うん、もう五分五分。もうそれはもう言っときます、これは。マジで。だってさ、やっぱりさ、拾ってお金入ってる、うん、これを、抜き取った利益とこのあと罰が当たるかもしれないっていう、やっぱ罰が当たる、罰として取るのか、うん、むしろその財布は俺神様からの贈り物として捉える場合があるからね。どっちだろ、誰かの罰が悪いことしたその罰が俺にこう来た、罰として来たっていう、うん、いやでももうそれはさ、うん、もうあの試してる可能性もあるやん、あ神様が、お前どうするこれ。なるほどね、トゥルーマンショーみたいな感じでカメラがもう、いやもうカメラが向いてるわけや全部見て、そうそう、でこれ撮らんかったらもっとええことあるよ、これ撮ったら普通にまあちょっとお得やねみたいな、うん、3万5千円手に入ったね、ただこの3万5千円を我慢してよみたいな、その、うん、罰を考えるみたいなさ、うん、神様を考えるあるやん。一旦3日家で寝かせるってのもあるしね。うん、まあね、行かせるないよ、届けるやろ気持ち悪いよそれ、ね、届けてください皆さんね、はいはい、まだ来てますよ、はい、あれいっぱい来ますね、来てんのよ、心配してんのよ、普段全然来へんのにさ、恋愛に こと恋愛に関しては全然来んの、恋愛関係なくなったらいっぱい来るやん、うん、はい、ラジオネームミッチーさんから、はい、医者さん、ダニオさん、こんばんは、3年半ぶりのメールです。お4年前には男性に血液型聞くというメールを送り、石田さんに嫌われ、その半年後にはギャップのある男の人がいいというメールを送り、また石田さんに嫌われたものです。嫌ってないですよ、結婚して恋愛から遠ざかっている日々ですが、最近は主婦と仕事の両立も慣れてきて、またこっちよろを、聞きながら楽しく、聞かせて、お前遡りながらか楽しく聞かせていただきます。ところで、はい、私は財布を2回落としたことがあります。お、幸運にも2回ともすぐに、警察に届いていて、中身も全部ありました。石田さんがこれからはお財布を落とさないためにお札で持ち歩くとおっしゃっていて、私もそうしようかなと思ったのですが、ただお札を落としてしまった場合、お財布を落としてしまった場合よりも戻ってくる確率は格段に減るなと思いました。いや本当そうだな。仮に警察に取られたとしても自分のお札だと証明するの難しいし、こんなこと言ってまた嫌われるかもしれませんが、めげずにまたメールを送らせてください。いやでも本当そうだよ、はい、今開けましておめでとうございますメールをね、じゃあボタンで押して、ね、いやいや、はい、初めてやもんな。いやいやでも本当そうだよな今、うん、うわ目から鱗だわ、もうそれ 100% もう、うん、だってお札が落ちたらもう拾うもんね、うん、うん、もう絶対それはもうご褒美、それを届けるなんて無理やもん、だって小悪魔の証明やもん、うん、それはそれはちょっとおかしなことになるもんな、くしゃくしゃなる、それ絶対お札が落ちてたら名前書けば石だって
もうもらっていいよな。これバチ当たらないよな。それバチ当たらんし、それはもう幸、うん、そうだね、それは幸、幸、はい、うまいこと、はい、芋踏んで芋踏んで、あーやっぱちょっと財布マネークリップやめよう。あ1800円ぐらいしたんでしょ、そのマネークリップ。うん、いいマネークリップよ。1800円、裏になんかね、なんか川でなんか川まで、うん、イタリーって書いてある。イタリア製の、ほんまかな、イタリア製のマネークリップ。うん、はい、3000円のか1700円のか迷って1700円のにしました。これね、恐ろしくてね、もう一気に来てます。あ、ありがとうございます。はい、てんちゃんから、うん、こんにちは。今まで何度かメールしようと思って、でも勇気がなくて、今日やっと初めてメールします。うわ、ありがとうございます。なくしたもん、ね、なくし物をした時、うん、うちだけかもしれませんが、うちね、うん、うちだけかもしれませんが、うん、神棚に物差しを載せて、なくし物が珍しいね、メールでうちって出てくるようにお願いする。その喋り言葉でうちねっていう子はいると思うけど、はい、メール文でも大阪人かギャルかどっちかです。うちだけかもしれませんが、みそのの可能性もある、はい。神棚に物差しを乗せて、なくし物が出てくるようお願いする。夜間の蓋と、神棚に何を乗せて、神棚に物差し、物差し、はい、神棚に物差しを乗せて、なくし物が出てくるようお願いするとか、うん、夜間の蓋と注ぎ口を糸で結んで、見つけてくれないとこのまま夜間を使えないようにしてしまうぞと、夜間にお願いするというおまじないがあります。かわいいね、黒魔術的な。お、黒魔術じゃないやろ別に。私はやったことないですが、主人の母がどっちもやっていたのを見たことがあります。なくし物が出てきたどうかは記憶にないです。ちょっと待って、夜間のやつね、もう一回教えて。夜間の蓋と注ぎ口を、夜間の蓋と注ぎ口を糸で結んで、糸で結ぶ、うん、見つけてくれないと、うん、このまま夜間を使えるにしてしまうぞという夜間の精霊にね。夜間が見つけてくれんの、夜間の霊が。何それ、初めて聞いた。これもただ夜間は第三者の被害者ですけどね。夜間からしたら、夜間からしたら何したんねん、理不尽なことしまんなーって。ただじゃあ分かった、見つけてあげようみたいな。なんでよ今後。石田さんのお財布、きっと池とか川とかにポイッチョされてしまってるんでは、うん、と思います。まあそうやな。最近話題の番組みたいに水抜いて探したら見つかるかも。ということでございますね。池の水全部抜いて。じゃあ石田のさんが。うわ石田のや。まあこの面白いな。てんちゃん。てんちゃん。はい。初メールでも。ちょっと意地悪な感じの。意地悪ですね。でも勇気がなくて今日やっとメールしますから、あまり言い過ぎるとまだ勇気なくなるから。いやでもなんか意地悪言われてる気がする。意地悪じゃん、この人あくまで。皮肉みたいなさ、いやだけど関西人のすげえの出てきてる感じ。ほんまに思ってるんじゃない本当に、うん、池の水抜いたら。池の水や。飯田さん。あれや飯田さんの財布、うん、泥まみれで出てくるかもしれない。泥まみれの、はい、外来種と一緒に、うん、ブラックバスと一緒に。ブラックバスの口から出てくるんじゃないですか。うそ、ポンってやったら、はい、なんやと、まあ、はい、こんな感じで皆様、石田さんの、ね、優しい言葉投げかけてくださいとか慰めてくださいみたいなのを言ってたよね、先週先々週ぐらい。でも一番見つけるために考えたんでしょうね。そしたら石田の財布探すには、うん、池の水抜け、池の水を全部抜いたら、あ、そんな皮肉言われた。それを気づいたから初めて名刺にしようね。勇気を持って答えを教えてあげたいっていうね。いやいや、でも面白いですね。ありがとうございます。はい、あでもいろんな見解があるな、いろいろこう聡明になっていくわ本当に。確かに、いや一個は本当にそう、財布落としたら届くけど、で中身も届きましたみたいな、まあ中身抜かれてましたとかあるけども、うん、それ五分五分やもんな。ただその生で、しかもこのマネークリップこうやって落としたら、うん、例えばこれで落とすやん。でもね、僕、このパスも生入ってんだよ。生入りのやつにしたんよ、もう。石田豪太。うん。だからこれ落としたら届く可能性あんのよ。うん、で、ここのマネークリップとパスもとお札、うん、今こう、1万円札一緒に。これを落としました。うん、さあ、団長。はい。どうしよう。こう。こう。そうですよね。うん。こう。いや、名前見て、ごめん、名前見て、パスも。お札抜いて。ラジオやから分からんけど、俺、はい、俺も思わずもう、うん、いやいやしか。戸惑った。いや、パスモは見てくれるかなと思った。はいはい、もうお札だけ抜いてすぐ掘りましたから、ね。一別もせず。いや、このマネークリップとかもならんのや。
マネークリップにオートもならんでしょ、そんなもん。パスも、うん、オートならんか。うん、パスもこれ名前書いてんで、これ。うん。で、これ、こうやって。ちょっともうちょっと今もう見えてるぐらいの感じで名前が、はいはい、落ちてる、落ちてるわーつって、おあ落ちてるわ、落ちてるわ、ラッキー。いやちょっと待って、そのパスフォームおいしい、これもうラジオで全然伝わらん、伝わらんから、もうやめよやめよ、もう行こう、はい、はい、もう時間もうそれ言ってる前に、あこれもう行こう、カクテル恋愛相談室。今週の旅の思い出なんですけど、ちょっと先週のね高校時代に流行ったことのメッセージが来ておりますので、はいはいはい、そちら読みたいと思います。もうだって今卒業じゃないですか、シーズンがね、でまさにうちのリスナーといえばあの子ですよ、あゆみさん、あゆみさん、あ、はい、ありがとうございます。あゆみさん、石田さん、大丈夫さん、こんにちは。春から大学生じゃない、こちよろを聞き始めて1年経ち、高校も卒業してしまったのですが、うん、引き続きメールさせていただきます、はい、特定は高校時代に流行ったこと、うん、流行りのサイクルがとても早いのと多いのとで、これめっちゃ流行ったなぁと思うほど記憶に残るものがあんまりなかったのですが、うん、韓国のファッション、コスメ、音楽やドラマは安定して流行っていた印象があります、うんうんうん、あとは YouTube とかですかね、昨日あのテレビ見たならぬ、昨日誰々の動画見たというのは結構当たり前になっていたので、物が溢れすぎている時代なので流行りが多様化して、これといったものが思い出せないのかもしれませんっていうね。なんかやっぱこの現代社会の勝が現代社会からのね勝だね、これは。はい、あそうなんだ、飽和しとるから、だから流行り物が多すぎて、そうなんだね、石田さんの時代なんてほんまもうトンネルズぐらいしか流行ってなかったから皆さんのおかげぐらいしか、それもう大丈夫だと、うん、大丈夫、それ見とけば学校のトレンドには流されんかったけど、まあ、今や確かに小学校の時な、流行ったなんだろうな、光源氏がすごい流行ったクラスで、小学校のクラスで、でみんな下敷きとか、ローラースケート、ローラースケート入ってないよ、ローラースケート入って登校せんよさすがに下敷きとかさ、筆箱とかみんな光源氏の持ってたな。男子でも流行ってた。へえ、諸星くんみたいになりたかったんや、みんな。あとビックリマンだね、やっぱりビックリマンがあって、ね、ちょっと学校に持ってきたりしてて、なんかそれ没収みたいなして、僕らはやっぱその世代がちょっと下やから、うん、ビックリマンよりはやっぱカード出すなんですよ。カード出すね、ドラゴンボールのカード出すとかね、20円で1枚出てくる、あーあった、今はもうね全部100円で5枚出てくる式とかなんですけど、当時は20円1枚なんで、あったガンダムのとドラゴンボールが流行ってましたね、あったで学校持ってって、持ってって交換したり、交換したい、あれ何すんの、あれゲームした、あれでカード、いいえ、あんなもん持ってるだけの、持ってるだけやね、貴族の遊びですよね持って眺めるっていうだけやね、そうそう、揃えたいっていうコレクター欲をあれスカウターの戦闘力とか出てたやんな、 BP ね、バトルポイント、バトルポイントか、はい、あったなまあそんなんかね、はいはいはい、もう今や難しい世界ですか、うん、もう一件ね、はい、今度は今週のトークテーマ、旅の思い出について来ております、うん、さっきも読みました、東京都品川区からくまくまさん、26歳女とのこれでございます、お、男女さん、石田さん、こんにちは。若い女が聞いてくれてる、そうなんですよ若い女って旅の思い出ですが、はい、当時付き合っていた彼氏と、うん、某ネズミランドで大喧嘩したことがあります。お、夢の国ですね、マジで、はい、なんで喧嘩になるんやろ。それがもう今からツラツラと書かれております。え、ちょっと聞こうよ。アトラクションの大行列に並んでる時に、うん、携帯アプリゲームに夢中だった彼、せっかくの遠出デートなのにとイライラを通り越して悲しかったのですが、夢の国で起こるのも野暮だなと思い、うん、何も言わずに我慢していました。なるほど。その後なんと彼は携帯の充電がゼロになるまでプレイし続けたのです。そして充電なくなっちゃった、クマクマの携帯貸してと言われた瞬間、なんだか全てが虚しくなってしまい、涙をポロポロ流しながら私は一人で行列を抜けました、かっこアトラクションまであと少しのところだったのですが、結局そのままはぐれてしまい、しかも彼の携帯は充電がないので連絡することもできず、そうだな、さぞかし困ったと思います。私はざまあ見ろと思いながら一人で帰宅しました、かっこその彼とはその後仲直りはしましたが、後には別の理由で別れました。団長さん、石田さんはテーマパーク好きですか？デートで行った経験があれば思い出話を聞きたいです。うわ、悲しい話やな、ね、並んでる間だ。いや確かに喋った、いや俺さすがにスマホでゲームせんな。俺はするでも一緒にすればよかったよね、一緒に。僕アプリゲームそんなしないんで、うん、多分ツムツムとかなんか検索してる俺は。
何してんの、いや喋ればいいピラミッドとかについて検索してる南米のそのガリ喋ったらもう見せてますよ、ウィキでウィキで繋がってって、うんうんうん、ずっと延々延々って延々行くやつや、あれでも言いますよちゃんと、これクマクマしてたかメキシコには昔その人の顔でサッカーをしてたよね、うわでも微妙な話やな、でもいや普通にさ言えばクマクマもさ、そのえちょっとこうやめてよみたいな、ゲームせんとなんか喋ろうよとかさ提案したら、あーごめんごめんって、あーそうやなみたいな、僕やったら男も、僕やったらえじゃあなんか話や、何何何ってなりますね。いやいや俺喋るやん、ええこの間さなんか聞いてや、なんか大学でなみたいな、あそれ昨日聞いた、それ昨日聞いた家帰った時にな、この間実家でな、みたいな、なんかもう何でもない話をダラダラしたらいいやん。そうやって、うん、ただもう悲しくて、それ言うのもしんどくてっていうのを、溜めて溜めて。泣いて飛び出すぐらいならね。で、最終、うん、ああ、充電なくなったわ。ちょかして、またゲームするわ。うん、くまくまのアプリつぶつぶらしてもう泣いて飛び出す。泣いて飛び出す。ポロポロポロって涙が。それ男からしたら、え？な、何？っていうことかもしれんやん。ツンツンさしてや何があかんかったんや、うん、みたいな。そうですよね。うん、まあ、あとで仲直りしてるってことは、いろいろやり合ったんやろうけどね。まあ、まあ、でもさ、うん、理由が、やっぱ、むちゃくちゃ、やっぱ、しょうもないところが、カップルですよね。うん、いや、言わやええやんとは思うけど、うん、まあ、彼女、くまくまからすると、まあ、こんなとこで言うのもなみたいな、そうそう、小言言いたくない、ちょっとそうそうそう楽しいとこやな、うん、気づいてほしい、うん、察してほしい、だってクマクマ的にはゼロになった瞬間喜んだでしょうね、うん、あこれだと話できるわと思ったら、貸してくれと、その第一声が、うん、ちょ貸して、うん、お前のでやらして、うん、でも彼氏からしたらそれはさ、もうデータでさレベルとかがさ、うん、もう全然いってないのに、うん、それをやるっていうのはいいことではあるよ本当に自分のやつでさあでもあれかな、ログインし直すんかな、ログアウトして、ログアウトしてサダユメって入れてこう、出るんでしょ、そらアプリも入ってないかもしれんからな、うん、ダウンロードでしょ、ダウンロードして、ダウンロードするで、そっからちょっとダウンロードするわこれ言うでしょ、いや男あかんなやっぱり、うん、まあまあ可愛いカップルです、あんまもうしたことない、そのゲームし続けて彼女の携帯取り上げて、うん、まあ彼女の携帯でもするってすごい、ね、すごいよな、そこまで来たら可愛いけどな、もうただほんまゲームめっちゃ好きなんや、僕余裕でするな、それ彼氏と一緒やわ、これすごいな、ちょっと行かれてんな、うん、確かに、ふうで乗ったら乗って乗ってわーって乗って、うんうん、降りてきたすぐ降りてまた消えるマジでそんなわけないやろ、まあ行列に並ぶっていうさ、やっぱりちょっとあるもんね、その何していいかって、その行列に並んだ時の時間の潰し方、でもね行列中はこれカップル出るよ、これは僕ほんと言いたいんやけど、うんうん、行列中の会話なんか絶対盛り上がらへんから、いや盛り上がるやろ、行列中なんかしんどいだけやし、うん、それはもうお互い塞ぎ込んだ方がいいのようちに、うん、で喋って喋ることなくなってスンってした時 の、 そのダメージでかいから、鼻からじゃやっぱスンとして戦っていかんと、うん、でもさおかしな話じゃない、ずっと一緒にいるわけやん、うん、で会話がなくならんわけやん、カップルなんかなくなるよずっと喋ってるやつやばいでしょそんな、いやいや何喋ってん、いやでもなんかずっと喋ってられるやん、ほんで喋ってなくてもいい、いや喋ってられない、僕は面白い顔じゃないとしたくないからじゃあもうじゃあもう喋らんもん、あ忘れた、今もうボロボロって今出てくる出てきそうになったもん、やめてもういい直すからラジオこんな俺を直すから出てかんといていやーでもまさに察しない男、説明しない女だよ ね、 いやそうですね、もう本当にまさに本通り、本通り、僕がね彼女と別れた時に手に取った本、察しない男、自分が悪いと思うんですね、説明しない女、でもやっぱ女性も説明せんからね、そうちょっと言えばもう思ってね、うん、それが女心なんでしょうね、まあそうなんか
音が察しないから充電ゼロになるまでやるからね。いや俺でもな、アミューズメントパーク確か並ぶのな、並ぶの嫌いだから僕も。もう中島スパーランドはちょっとお金払ったら並ばんといけますからね、うん、あそうなんだ、ちょっとええ値段払えば毎回だからなんか300円とか400円払えば、うん、そのビップルームっていうか、それみんなビップ使うんじゃないの。やっぱ高いじゃないですか、それやっぱその差はあるんか、その差はある、並べばだって普通に乗れるわけやから、ね、並ぶ時間楽しめるカップルもいるわけやからな多分。まあでも並んでる時楽しそうなやつ、うん、子供以外で見たことないですけどね何するやろな並んでる。あっていうかもう時間やうん、いやいやいろいろあるな。旅の藤さんみたいにでもやっぱずっと話せる男が一番楽しいんじゃないですか、ね、まあ喋るよ僕は。それはやっぱ女性からしたら最高じゃないですか、うん、でも飲みの席とかやったらなんかもう本当にすんってすぐ帰りたくなるけどな僕、お酒飲んでたらもう、なんでもう喋ることないわって思ったりするんだよ。飲みの人ダラダラずっと飲む人いるじゃん、お酒飲んで楽しくなって、うん、もうしんどなんのよね。まあわからんでも、ね、で話すことないわもうみたいな、それこそ一緒やん、それ僕ずっとそうなるならないやっぱ一緒やな。まあまあじゃあちょっと行きましょうか。あそうそう時間なんで来週のトークテーマなんだろうな。行列の楽しみ方ですか。行列の楽しみ方カップルの会話でも卒業、また卒業、そして、出会いのシーズンか春か、まあ、本当年度末なんでね。うーんあれか今ちょうどドキドキしてる歓送迎会か。うーんなんだろうな、特定も難しいよなあ、でもあれがいいんじゃない、プレゼント、うん、財布、え財布のプレゼント、なんか財布のプレゼント、財布なくしたからさプレゼント、うん、でもプレゼントとかしてるか、クリスマスシーズンいつもプレゼントの話とかしてるもんな、うん、前もしたな、なんか相手にあげるプレゼント何がいいかみたいなのをしたもんな。写真は、写真最近写真撮ったりしてるやつさ、また送ってもらう、うん、写真、あー送ってもらってもいいか、なんかいやこの間なんか話して思ったのさ、結局さ自分を一番よく撮ってくれるのは彼氏なんじゃないかっていう、恋人なんじゃないかっていう。へー、いやその有名 うまく撮れた写真とかもさ、これ実は彼氏が撮ってましたみたいな、インスタに上げる写真とかもさ、誰が撮ったんみたいなあるやん。ありますね、これ誰が撮ってんねんみたいな。で自撮りじゃないけど自分の写真いっぱい上げてる人いるやん、それ意外と彼氏が撮ってるとか、うんうん、まあそのタレントさんやったらねマネージャーさんかもしれんけど、マネージャーさんが撮る写真も 無機質なんか、愛がないから、愛がない愛はあるやろうけどさその彼氏が構えた時のその見せる表情、一番いい写真やったりするわけ。へえ、うん、写真、うん、写真の思い出、はい、うん、写真の思い出なんか送ってください。それでなんかこう写真付きで送ってもらってもいいですし、この写真はみたいなね、心霊写真でもよくでしょこの写真を見ながらちょっと喋ったりもしましょうよ、はい、うん、とか自分が撮るのが好きとかね、うん、最近インスタとかもいっぱいあるしね、じゃあちょっと写真の思い出、はい、写真とともに写真を添えて送ってください、はい、というところで今週以上になります。また来週も聞いてください。さよなら。バイバイ。LoveFM Podcast。LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。LoveFM Podcast。